つくさん、おはようございます。おはようございます。今回もね、はい、質問いっぱい来てたじゃん、はい、でまだまだあるからさ、はい、ちょっと質問やっていこうかなっていう。いいっすね、行きましょうか。うん、いろんなのあんだよね。難しいのもあんだよね。難しいのはね、この人はすごい可愛い美人だと思った芸能人は誰ですかとかね。どうなんですか。いや、みんな美人ですよ。みんな美人で、みんな美人だし、みんな可愛いよ。本徳さん、タイプ的にはやっぱ曲穴系みたいな。何が好みと言いますか。好みとかじゃなくて、あのこういう関係がなかったじゃん、はい、ね、あの芸能人の人とかね。あ、本木さんいつも拝見しております。本木さんがタレント時代に仲良かった芸能人は誰ですか。できましたら芸能人のこういう録、はい、チャートを教えてください、はいはい、っていうことなんですけど、これまた全然野球の ね、 そうですね、うん、関係ない、うん、タレント時代の話ですね。本木さんってまず引退されたのが2005年。2005年、うん、でその後もうすぐテレビ出たんですか。いや、すぐじゃない。 あの2年間ぐらいは解説しかやってない。で2008年ぐらいから、はい、テレビ出だして、バラエティ出だして、ヘキサゴン、うん、に出るっていう。そっからテレビの世界というか、うん、現役の時から仲良かったのは中山秀幸さん。秀ちゃんとはもう本当に長いね、食事する機会とか飲む機会が非常に多くて、秀ちゃんがやってたおじゃまんぼうがスタジオでずっとやってて、5時55分ぐらいになると東京ドームで試合やってると、中継がつながるわけよ、ドームと。で向こうにドームの絵が流れるんだけど、今試合前の感じでどうですかっていう感じでやってるんだけど、ほぼほぼみんな出てこないのよ当時。普通は誰もいないジャイアンツベンチが。そう、いつもだから球場も誰もいないし、両ベンチも選手に支度してて誰も出てこなくて、それを映像を流してるのよ。ヒデちゃんと飲んでる席で話してて、あれちょっと面白くないっすもんねつって、で今度僕ベンチなんかいますよって言って、ベンチの中に座って、なんかカメラがこっち向いてるのが分かってるのよ。カメラ位置っていうの全部分かってたから、あ今どれだろうと思ったから、なんかこっち向いてですね、こう手振ったりとかして。でも映像がないから俺ベンチには。終わってでまたそういう話して、映った、映った映った、言ってくれてありがとうみたいな話になってて、でじゃあ次はと思ったら、あのベンチ横の、 あの一塁側のカメラにやろうっていう話になって、で俺そこ行きますって、で行ったらそこにモニター置いてくれたの、今映ってる、今映ってるモニターを。だから例えばそれが一塁カメラだとしたら、モニターが下にあって、あ今俺映ってると思って、ヒデちゃんみたいな、で声がいかないから絶対に、マイクも何も仕込んでないからヒデちゃんみたいなのが言って、で向こうの声もこっち来ないわけよ、音声出てこないから。だからヒデちゃんがカンペで書くからって言って、カンペで質問を書いてくれて、今日どう、調子いいって、調子いいよって言って、こうやってやり取りをもうずっとやってて、でそれがもうなんか定番みたいになって、中島さんも部屋にいて、日テレのチャンネル4チャンネルつけてたから、何やってんだっつっていう感じで、もっとやれもっとやれみたいな応援してくれてさ、で あよかった、怒られるんじゃないかなと思って、でもいいっていう感じだったからずっとやってて、でこっちもさやっぱりふざけてるわけじゃん、試合前なのにみたいな、お前何やってんだって言われるの嫌だから、そのお邪魔坊の日とかやった日とか土曜日ってめっちゃ打率高いの、だから自分にプレッシャー与えてたんだろうねあのふざけてちゃいけない、でもふざけててもやることやってますよっていうことを見せたかったのか、
だから毎日やっときゃよかったなと思ってさでもだからそうやってずっとヒデちゃんと仲良くて、でもそれも染みついちゃってさ、東京ドームの土曜日しかダメなのよ、ね、地方行ってたら他の球場だったらビジターだとそんなんできないから、忘れた時あったのよ俺、土曜日なんかおかしいな、なんか忘れてんだよなっていうのがあって、何なんだろう気になるなと思ってて、その日終わって試合終わって、シャワー浴びてたので頭洗ってる時に湯船に浸かってる日の誰かが、今日飯でも行こっかとか言って、でも今日土曜日だぜって言ってたから、あ土曜日、おいおいやべえお邪魔もだと思って頭とか体そっこ洗ってすぐ出て、ひでちゃんに当時メールだよね、メールして、ひでちゃんごめんなさい今日土曜日俺忘れてたって言ったら、いやそんなことはいいからいいからっつって、申し訳ない、なんか俺レギュラー化してるみたいな感じでさ、それぐらいなんか、まあ楽しませてもらえた。だからオフには必ず一回、スタジオに呼んでもらえるっていうね、そっから、志村さんと出会うんですよ。で志村さんも番組呼んでもらったり、俺バカ殿も出てるから、そうなんです、うん、現役の時、現役の時バカ殿に出させてもらって、それ時ももうめちゃめちゃ面白くて、で演出も全部あの志村さんやってくれてて、こっちは台本見てこうやってんだけど、全然台本と違うのが来るわけよ。でこっち素人だから、違う何ってやってる時にそれを楽しんでるわけよ。もう一人ゲストがいて、なんと阿部監督です。二人で出てバカ殿に、だそれで仲良くさせてもらって、志村さんとも食事とか飲みに連れてってもらって、そっからもずっと志村さんの誕生日会とかも呼んでもらったりとか、誕生日会とかね2月なんだよね、2月3月の時にやるから、キャンプで行けなかったんだよね。でも焼酎大好きだから、宮崎の焼酎を買って送ったりとかして、ありがとうねみたいなメールが来て、元気な時はもう本当にずっと飲ませてもらいました。うん、その時は志村さんと本木さんと他誰がいる？ひでちゃん。ああ。うん。基本3人。3人。本当3人でよく行った。いまだに家にあるもん俺写真、なんていうの、これぐらいのポラロイド写真っていう、なんていうの、あのビーンチェキみたいな、あれで3人で撮ったやつ。インスタにもあげたけど、亡くなられた時に。すごい。野球大好きでいい思い出だなと思って、俺それね悲しかったけどちょっと上げさせてもらって、あの優勝決定戦の時、はいはい、セリーグ江藤さんの満塁ホームラン、ニューヨークヘッドのサヨナラホームランで決まった、試合招待してたんですよ、今日勝ったら優勝なんですよって言ってて、仕事があったから試合開始直後っていうのはもう来れなくて、志村さんが来たのがね多分ね6回か7回ぐらいだったの。パッと俺がスタンド見た時に、おお来てると思って、志村さんがファンにサイン書いてたの。ファンも4対0で負けてるから、あもう今日ねえなみたいな、優勝ねえなっていう。ひでちゃんも仕事終わりで車の中からもう師匠は行ってるって言って、待っててください今から向かいますみたいな連絡してたんだって。でも今日負けてますねとか言って、ひでちゃん間に合ったのかな、あの試合だったのよ。すげえなんかいいとこ見せれたなと思って、あの優勝したからおめでとうっつって、また食事行こうって言って食事連れてってもらったりとかして、すごくお世話になって、優勝して俺らの時ってもうその夜にもうテレビとかいろんなの全部あるじゃん、テレビ終わってビールかけて酔っ払っちゃってて、あれ毛穴から入ってくるから、あ本当にそうなんです、飲んでなくても、もう飲んでなくても、だから飲まない人、飲めない人はやばいのよ、フラフラになっちゃってさ、おやっべこれ飲んでね、まあ多少飲むからね、喉乾いてたから飲むから、うわーって一気しちゃって飲んだら余計周りが早くてさ、携帯鳴っちゃってさ、で普通にあもしもしっつって、それひでちゃんだったの。
その会が終わったらみんなで選手だけで飲もうって乾杯するお店もキープしてあるから、銀座に銀座のクラブを貸し切ってやろうっつって、ちょっとでもこうやってて、まだテレビですよ、今何放送してるの、生放送ですよって、今出てますよやばいよ早く電話切れよって、そうなのっつって電話切ってさ終わって店行くと誰よりも早くいたのが中山秀ちゃん遅いよっていう来んの遅いよって言って待ってたから、今日ジャイアンツの会だから何言ってんだよってお祝いだよお祝いっつってみんなとこう飲むんだけど、参加するんだけど、その店もヒデちゃんも知ってる店で、知り合いの店で、だから唯一関係者じゃない人入ってあの席に座ってるのヒデちゃんぐらいじゃない。ヒデちゃんね、宝物いっぱい持ってると思うよ、ジャイアンツグッズの。当時の優勝したメンバーが全員来るわけじゃん。そのお店の入り口にこんなでっかいボールを買ってサインしてからしか入れないみたいな感じで、でみんな選手サインするじゃん、サインしたやつがそれヒデちゃんのものだって、しっかりしてんなと思って、考えてますね、うん、ちゃんと。でもそれ家にあるっつったもん、だ当時のやつだからね、すごいよ。だって松井さん、清原さん全員いるんですよ、みんないるもん、あのメンバーの時だから、すっげえなと思って。